皆さんこんにちは、マリコです。12月ももう半ばを過ぎ、マドリードもクリスマスムードが高まりつつあります。11月の終わりからマドリード市内のイルミネーションも点灯され、毎年恒例のクリスマスマーケットやクリスマスのデコレーションの展示などもあちこちで開催されていますが、今年は人数制限があったり、事前にネットで入場券を取得する必要があったりと、例年とはちょっと様子の違うクリスマスシーズンです。今日はきらびやかに飾られたマドリードの夜のイルミネーションを音楽に合わせてお届けします。スペイン語のレッスン動画ではありませんが、たまにはこうした息抜き動画もいいかなと思いました。 Vamos a empezar! Hola a todos! 皆さんこんにちは、マリコです。今日はマドリードのソル広場にあるクリスマスの電飾を見に来ています。結構寒いんですけれども、たくさんの人がこの華やかな電飾を見に来ています。寒い。歩いていきたいと思います。マジョール広場にはクリスマスマーケットがあって、そこも素敵な電飾でキラキラしていると思います。今からそちらの方に歩いて行ってみたいと思います。Thank you.
マドリードのクリスマスのイルミネーションいかがだったでしょうか。スペイン人にとってクリスマスは年間最大のイベントで、さまざまな伝統行事や習慣があります。これから年末に向けて繰り広げられるさまざまなクリスマスのシーンをできるだけたくさんご紹介していきたいと思います。こちらの動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねお願いします。このチャンネルではスペイン語だけでなく、スペインの雑学やスペインの街の様子などを発信しています。チャンネル登録をしていただけると、新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.